ガルフ石油のガソリンスタンドポートアーサー製油所のアルキル化施設元ガルフ石油本社ビルガルフ石油は1922年から存在した石油会社でペンシルベニア州ピッツバーグに本社があり1984年にスタンダードオイル・オブ・カリフォルニアと合併してシェブロンとなるまでは国際石油資本であるセブンシスターズの一つであった1901年テキサス州 ボーモント付近のスピンドルトップに石油が出て近くのポートアーサーに近代的な製油所を建てることになり最大の投資者はウィリアム・ラリモア・メロンであったその後彼のメロン銀行とは深い関係を保ってきた1907年にはガルフ石油が設立されていてこの名称はボーモントがメキシコ湾に面しているからであるガルフ石油はその後ベネズエラ、サウジアラビア クウェートなどの石油にまでビジネスを伸ばして、巨大な国際石油資本である、セブンシスターズの一つであったが、第二石油危機後の1984年に、スタンダードオイル・オブ・カリフォルニアと合併して、シェブロンとなった。1960年代から70年代にかけて、フォードやポルシェのレースチームをスポンサードし、水色とオレンジ色のカラーリングは、 マルティーニレーシングのストライプと並んで有名である。ガルフのブランドがすべてなくなったわけではなく、マサチューセッツ州、ウェルズレーに本部を置く、ガルフオイルリミテッドパートナーシップが米国に約2100カ所のガソリンスタンドを運営していて、またヒンズジャグループが所有するガソリンスタンドがスペインやポルトガルにも残っている。元ガルフ石油本社の44階ビルは1970年に、 US スチールタワーができるまでは、ピッツバーグで一番高層のビルであった。現在は、ガルフタワーと呼ばれるオフィスコンドミニウムのビルになっている。タグホイヤーとは、パートナーシップ契約を締結しており、ガルフのマークとカラーストライプを配したモデルの、クロノグラフ、モナコが2018年に発売されている。これは、モナコが登場する映画、栄光のルマンにおいて、 ガルフがスポンサーを務めたという縁によるものである。ガルフは1960年代から70年代にかけて JW オートモーティブエンジニアリングを講演したことから自動車レースで最も知られており、フォード GT40 とポルシェ917に関連付けられた色のライトブルーとオレンジのカラースキームは最も有名な企業レーシングカラーの一つであり、ガルフがスポンサーとなっている。 他のレーシングチームによって複製されていった。その人気の大部分は1971年の映画でスティーブ・マック・イーンのキャラクターマイケル・デラニーが映画ルマンでガルフチームをドライブしたことに起因しているためマック・イーンの死後の人気の高まりと映画で着用したホイヤー・モナコタグ・ホイヤーはガルフのロゴとトレードマークのカラースキームを備えた限定版の時計をリリースしたのである。 同じ時代に、ガルフオイルは、ブルース・マクラーレン時代のチーム・マクラーレンを講演し、デタリングにガルフブルーのパパイア・オレンジ色スキームを使用していた。ガルフのロゴは、今でも、世界中で様々な企業によって使用されている。5位は、マーケティングアクティビティとして、2019シーズンのモートジッピーチームである、アプリリア・レーシングチーム・グレジーニを含む、 モータースポーツチームのスポンサーに焦点を当てている。このスポンサーシップ5位、ローカルグローバルブランドにより2009年、医療品店チェーンのオールドネイビーが、旧石油とシェブロンの旧ロゴと共に、旧ガルフロゴのついた T シャツの販売を開始。ありがとうございます。